運の駐座ラジオ殺人事件1犬小屋のように軽いボディを持った郊外電車は放送局員植木桃介の疲れ切った体を拾い上げるとまたごとごととあまり速くないスピードで動き出した。 なんてまあ無責任な奴ばかりなんだろう。訪ねて行く先行く先がでたらめのところ番地でやがる。局長が言ったことは本当だった。奴らはみんな強人なんだ。チュッ若い植木藤助はスプリングコートのポケットの中でサザエのような、と彼は思っている。原稿を幾度となくこしらえたり緩めたりして悔しがったのではあるが。 それは、いたずらに彼の向こう側に乗り合わせた客の失笑を買って、どうやら気狂いの増える春になったなと感心させるのに役立つばかりだった。彼は、ふんいとコンパいトに汗ばみながら、窓際にキラキラと発光を立てて流れていく大小不揃いの看板に、軽い頭痛をさえ感じ始めたのだった。一体どうしたわけで、 塔介はこんなところまでやってきたのであるか事の起こりというのが今朝のことだったいつものように放送局に出勤した彼は背後の窓から首を突き出して和やかな霞にスクリーンされた全身を端から端までスーっと眺め回し深い呼吸を何遍も繰り返した放送監視室のラッパからは 彼と麻雀相手である松山アナウンサーの朗らかな声がお料理献立を読み上げているのが聞こえていたすると背後にコツコツと靴が響いて局長室のドアの前がたりでそれが止まると「おや今朝はおかしいね」という声がした植木桃介はイヤイヤながら窓から首を引っ込めると その声の声方を見た。局長の秘書役である田川正造が何やらスーツの白い書類を手にに行って局長室の前へ著立していたのだった局長はバカに遅いね田川は植木にぶつけるように言ったこんなことは放送局始まって以来のことだまったく珍しい。 何か急ぎの御用がおありなんですかと植木は尋ねたもし技術方面のことだったら入局この方めぼしい仕事にも回り合わなかった彼のことだから田川の相談に応じ手腕を発揮したい気持ちも知らず知らずのうちに動いていたのだった田川秘書は何を思い出したのかそこで苦笑をしたちょいとした手紙だ。 手紙どんな手紙なんですかいや昔は退屈しのぎくらいにはなったものだが、こう頻繁に同じようなことを言ってよこしたんじゃ迷惑するばかりだ。だが、君のように新しい人には珍しいことかもしれない。暇があったら一つ読んでみたまえ。そう言うと田川秘書は、 手にしていた書類をポンと植木桃介の机の上へ放り出して部屋を出て行った暇を即刻こしらえることについて植木は苦労しなかった彼は動物園のライオンが朝飯にと与えられた白ウサギに踊りかかるように猛然とその紙束に飛びついて行ったなるほどそれは手紙の何通かだった 色々と違っった人たたた。人ちから送ら送れた手紙だったどの手紙も開封せられ広げられた要線の上色とりどりの封筒がクリップで止められてあったそして宛名はいずれも「放送局長相部慎吾殿」と書かれてあった植木はひと事ながら胸を躍らせてまず一番上へ乗っている細いペン文字のレターを取り上げた。 それには市街京町番地東と差出人の名があって45枚の養鶏紙に養件がしたためられてあった彼は明らかに興奮の後の見える文字を熱心に拾い始めたのだったが数行を読むか読まないうちに彼の愛子は異様に輝いてきその若々しい頬は少女のように好調してきたのだった。 そこには大体次のような事柄が繰り返し繰り返しくどくどと述べ立ててあった「背景」「ご返事がありませんから私はこれで5回目の手紙を書いてあなた様に出します」「これは実に私にとって生命に関することなのでありますからあなた様がご多忙なれば」 大弁をなさる説にでもちょっと手に持ってお読みくださいさて毎度申し上げていることですが私は4ヶ月ほど前から奇妙な電波に悩まされているのですうちには受信機はありませんが私にはそのようなものがなくても電波がやってくるのが非常に鋭敏明瞭にわかるのです 昼間はめったにやってきませんが夜になるとやってきますことに10時過ぎになると急に声が大きくなり甚だしい時には部屋中に割れるようにじゃんじゃかじゃんじゃかやります放送している人は2 4五歳くらいの人の時もありそれに456歳の恐ろしい男が加わることもあり そうかと思うと時には20人あるいは500人くらいが一緒になって消家を歌ったり私の悪行をどなったり果ては手を打ち床を踏み鳴らし石油管をガンガン叩き実に言語道断の乱暴を働き何としてもそれをやめません彼らは私を殺すと言うとります それで残酷にも放送の途中で何回となく私のバツバツを吸い取るのであります。なんと嘆願しても遠方から手をいきなりバツバツに差し入れましてバツバツのあたりをぞろりとなでて吸うのであります。まことにお恥ずかしい話でありますがこれを毎日少なくとも三回 多い時は十何回も続けますので、ために眠ることもできず、心身は衰弱しきたり、すでに今朝明け方までに683回目の抜抜をいたしました次第であります。このまま続けば、彼らの餌食となり、貴重なる生命を奪われてしまいます。どうか生命に関することですから、 明日と言わず直ちにかかる電波を放送している者どもを取り押さえ監禁なし下されたく雑誌機楼ではだめですどうぞどうぞ生命に関することですから局長様のお取り調べを願いますそれから電波長は389コンマ876メートルであるそうです これは彼ら同士がこっそり話し合っているのを聞いて、いち早く書き取っておいたのですが、秘密にお知らせいたしておきます。東ずまみ3月23日。放送局長、相部べ吾んご殿。二診。どうか生命にかかることですから、直ちにお取り調べ。 ご返事くださいここまで読み終わった植木桃介の脳髄はけいれんを起こしそうな恐怖に襲われた彼は手紙の束を放り出すと椅子をはねのけるようにして背後の窓から首を突き出した全死骸は何事をも知らぬかのようにうららかな陽光を浴びてまだ眠たげでありどこの平和りから舞い上がったのか 白いかもめが23は丸い軌道を描いているのが見えたうぅ<ー>彼は深い呼吸をするとまた席へ戻ったその後に重なっていた手紙を残らず読んでみたがどれにも似たり寄ったりのことが認められてあったある者はそれを愛想しまたある者はそれにつき馬弦を並べ 強迫めいたセリフを連ねてあるものもあったが、要するに、放送局長はなぜこの機械な放送を中止させないのか、ということを申告しているのだった。ああ、おはよう。いきなり太い声がして、局長がステッキを片手に入ってきた。いつの間に下手のガラスドアが開いたのだか植木は気がつかなかったので、 ちちょっっと狼狽して立ち上がったその時思いついて例の手紙の束をつかみ上げると局長の前へ持って出た「おはようございます」さっきこれを田川さんがお渡ししてくれと言って置いて行かれましたが「ああそうかい」と言って局長は手紙の上へ目を落としたが心持ち表を曇らせたようであったああ また気狂いどもの手紙だな気狂い植木は思わず大きな声を出した局長これは気狂いというよりはむしろ神経衰弱にかかっている病人なんじゃありませんでしょうかどっちにしても気狂いなんだよ困ったものだいや気狂いと神経衰弱とは違いますよ 植木は唇をブルブル震わせながら珍しく局長の前ではっきりしたものの言い方をしたのだった「ングいはちょっとやそっとでは治りませんが神経衰弱の方なら病気ですから手当てさえよければすぐ治ります」「おおえらい腱膜だね」局長は自室のハンドルに手をかけようとしたのをやめて苦笑した。 で、僕の言いたいことは、その手紙をよこした連中は、大抵神経衰弱にかかっている人です。彼らは脅迫関連に襲われていて、ありもしない電波を認識し、ラジオに殺されるものと悩んでいるんです。ですから、局長の名をもって、今後そのような電波を出さないようにしたから安心を知ろうと返事をお出しになれば、彼らは片っ端から治ってしまいます。 さあ、そいつはどうかね必ず治ります。局長がいちいち訪問されて、電波を止めることにしたからとお話になれば、一層効果があるはずです。はは <laughs> そんなことで。と、局長は声を立てて笑い出した。気狂いが治るものなら、わしゃ苦労はせんよ。 そう言った局長の語尾は笑い声とは反対にしんみりした響きを持っていた人助けです彼らにぜひ答えてやってください植木は表を真っ赤にして叫んだわしはごめんこむる局長はドアのハンドルを押しながら厳然と言ったでは僕が彼らに答えてやります これから行ってこのかわいそうな病人たちを見事に治してきますじゃあ君に任せる局長は明らかに軽蔑の色を浮かべて言い放っただがキングルインのことだそこに書いてある住所生命なんてでたらめが多いんだから気をつけたまえ相部局長の背の高い送空は ド事の次第というのはそんなわけだったあとで調べてみるとそのような手紙にはところ番地のない匿名のが多かった植木はところ番地のある分だけを寄り出して一軒一軒訪ねてみることに決心し勇ましく放送局を飛び出したのだったところが呆れたことに訪ねてゆく先々がいちいち無駄だった 番地が分かってもその差出人らしいものが皆目見当たらなかった性が違っていても同居人かもしれないからというので根掘り葉掘り問いただしているとうちに狂人がいるだろうとは何という失礼な言い方ですなどと元気な霊婦人から叱り飛ばされることもあった最初の意気込みはどこかへ振り落としてしまって ただ後悔の念が泉のように湧いてきたのだったそして一番最後に残ったのが市街京町の東三竿という例のバツバツを683回目まで数えた主だったおそらくこの番地もでたらめなんだろうが手紙の内容が一風変わっているだけに損しても無駄ついでに尋ねてみようと決心したわけだっただが けさからむだ足のことを思いつづけると、親切心から出発したことだけに悔しくてしようがなかった。いくら住所がうそであっても、ラジオ殺人について恐怖患者がたくさんあるという事実は断然うそではない、そう考え直すことによって、植木はわずかに慰められたのだった。 いやあ、妙なところで会いましたね。そう言って植木の肩を叩いたものがあった。顔を上げると、そこには黒火ロードのウィンボーン棒にコールテンの部屋着のようなものを着込んだ30歳くらいの青年がニコニコして立っていた。見たような顔だったが、思い出せなかった。僕、ホムラですよ。 その青年は上村の顔色をすぐに読み取ったものか名を名乗った。そう言われて気がついたことだったが、その青年は二三度放送局へ来たことのある青年私立探偵だった。穂村総六さんですね。植木はやっと彼の名を思い出していった。こんな土地で探偵に回り合うなんてあんまりいい気持ちじゃない。 どちらへホムランが尋ねた。経営まで。これだから探偵は嫌いだというのだと植木は胸の中で舌打ちをした。あなたの方は何か事件ですかいや、事件ではありません。友人の宅から呼ばれたものでこれから行ってみるところです。時に経営といえば相部局長のところへでもいらっしゃるんですか 相部さんのおうちですって植木はこの時初めて局長の住居が県駅の近所だったことを思い出した違います別の用事があるんですこんな男にうかうか例の狂人のことなんか話してたまるものかと植木は考えた相部さんのご長男をご存知ですかむらは一向んづかぬ様子でそんなことを言った 相部五一氏はダブル大学を出た僕の先輩なんですけどあんまりよく知りませんだいぶカフェ通だということですがどんなふうですさあ知りませんね植木はぶっきらぼうに返答をした今度結婚するとか言ってますねはは <laughs> さようですかきれいな妹さんがあるという話ですね へえ、それはちっとも気がつきませんでした。そんなにシャンなんですかここに至って、植木は現金にも膝を乗り出した。ケーキですよ、植木さん。植木は肝心のところで、小村探偵のために横っ腹にドンと一発食らった形だった。彼は慌ててプラットホームに飛び降りた。そこには、 玩具のような便所と木柵と待合所とが並んでいる。荘駅だった。駅の周囲はどっちを向いても広々とした畑が続き、家などはごくまばらに散在しているに過ぎなかった。南方の一角にはなんだか妙な形をした。背の高い土手が城跡のように立ち並んでいたが、どうやらそれは射的ばらしかった。彼はそこで尋ねる。東操のうちが。 線路の右側にあるのかそれとも左側にあるのか見当をつけるのに悩んだだがともかくもプラットホームに佇たずんでいたところで拉致が悪まいと思ったので出口を探しつつ待合所の前を通り過ぎようとした時「もしと背後から不意に声をかけられたのだったしかもそれは紛れもなく艶のある若い女の声だった 植木はその場にギょっと立ちすくんでしまったあなた放送局の方でしょ彼は恐る恐る声のする方に向き直ったそこには暗にたがわず若い女人が立っている目と口とが極めて大きい女だったそうかといってこれは決して醜く大きいのではない 目がぱっちりとしすぎているのだ。唇に集まる情熱があまりに鮮やかすぎるのだ色は白いというよりも幾分青みがかっていた体はカナリアのように繊細だった年の頃は19か20歳かと思われたが赤い友禅模様の着物を着て1516歳に見えもした 様装の婦人が激しい勢いで増加する時代にどういうわけかまことに珍しい姿だった髪といえばこれも耳隠しの七三が流行る一つ以前の何というかやや盛り上がったような束発でそいつが乱れて首や頬の辺りに長い髪の毛が絡みついているのだったそうです放送局員ですがあなたは 植木はまるで栄治のようにへきえきしない女の瞳に見据えられてどぎまぎしたのだったやはり来てくだすったのね放送局の方が少女はすんなりした両腕を胸の辺りに組んで大変喜んでいる様子だったあた何のことだかあまりの意外さにぼう然としていた植木は この時やっと気がついた。あ、お嬢さん植木はポケットから例の手紙の束を取り出しながら声を上げた。あなたは電波のことで手紙をお出しなすったんですね。すると、あなたのお名前は。あたし嫌だわ。そんなものしまってください。だって、恥ずかしいんですもの。 少女の柔らかい手が飛んできて手紙の束を握った植木の手首をぐっと押さえた植木は自分の心臓が旗と止まったように思ったのだったねえいいでしょ少女は早口に叫んだ私あなたに聞いていただきたいのよ二人っきりでゆっくりお話ししたいわさああっちへ行きましょうよね 少女があまりに顔を寄せてくるので若い植木はただもうめまいがするようでその場にじっと立っていられなくなった彼は黙って少女の引き立てるのに身を任せるほかなかったそれにしても今の今まで彼の最後の訪問先である東三章が男子だと思っていたのは何という大変な間違いだったろうなるほど読んでみれば アズミサオである。誠に優しい婦人の生命だ。なぜそこに気がつかなかったのだろう。どこへ引っ張って行くんですあなたのおうちへですかあたしのおうちええ、そうなのよ。いいおうちなんだわ。早く行きましょう。少女は植木の左腕を後ろから抱えたまま、ぐんぐん押していった。 彼の敏感な神経は上白に集まって彼女の丸く膨らんだ乳房の辺りをあらわに感じたしかしそんなことになぜ気が付かなかったのだろう植木はなおも考えを負ったそうだあれは男のような乱暴な筆跡だったそれに電波のおかげで毎晩のようにバツバツをすると書いてあった あんな病的な現象は男に限るものと思っていた。しかし、彼女は待っていたのだ。わざわざ駅まで迎えに出ていたではないか。彼女を除いて他に住所を明らかにした人間が一人でもいるかってんだ。それに、あのような病的現象は女にだって。あここは射的場じゃないですか。植木は、 目の前に突然盛り上がった大きな土くれを見上げるとハッと立ち止まったそうよ射的場よだけど大丈夫なのこの頃お休みなの奥の方に行くと静かな暖かい草むらがあったよ少女の声はロマンチックな夢を見ているようだった黄色い乾ききった艶と弾力のあるそして 青い短い目が混じっているその枯れ草の上を踏んで2人は奥へ奥へと進んでいったやがて少女が立ち止まったのは南の陽光をいっぱいに受けた防弾堤の真下だったベッドのように深々かかと厚い枯れ草が敷き詰めてあったその上に少女は危機として声を上げ花のように座った 植木も迷惑そうに少女と並んで腰を下ろしたが、ムンムンと生臭いほどの枯れ草のにおいが微粘膜を刺激して、一つの大きなくしゃみが出た。じゃあ、本気になって聞いてちょうだいね。少女は赤いたもとを膝の上に重ねながら言った。袖付けのところが大変大きくほころびていて、その間から白蛇のような皮膚がのぞいていた。 植木はごくりと唾をのび込んだ「私を殺そうという悪感があってラジオで毎晩人のことを脅かすんですの」「うわ」っと一声悲鳴を上げると少女は植木の膝の上へしがみついた彼女は急に取り乱した様子でところどころにすすり泣きを混ぜながらくどくどと例の脅迫電波事件の恐怖について述べたてたのだった はは心かからら同情の伝を起こさずにはいられなかった。彼は見るともなしに目の前に投げ出された少女のあらわな二の腕を見たねっとりとした唾液のようなものがついていたのである彼は少女がバツバツのことについて一向切り出さないのにさっきから物足りないのであったがこの時 そ実はバツバツなんて男子ばかりに起こるものではなく女子にだってあるものでそれを彼が今まで知らなかったのは事故の過分だというものだろうと考えたそう思うとなんだか彼の両膝には少女の肉体を通じていやらしい食感が忍び寄ってくるような気がしたその上あふれるような暖かい日差しに彼の若い方は真っ赤にほてり 全身の毛穴という毛穴からはねっとりとした汗が噴き出してきた。彼はもう興奮に耐えきれなくなって、丸みのある少女の肩につと腕を回した。少女はつぶやくのをやめて、静かに顔を上げた。媚びを含んだ顔だった。何事も予期していたという風うな。 彼女の両の目は怪しい光に輝き、腫れ上がったような赤い唇がピクリと痙攣した。彼は少女が狂人であることも忘れて、やにわに相手の体を抱き上げると、焼けつくような唇を押し付けた。青空には、一切れの白い雲が静かに流れていった。イェーイ 人の声だった。植木は少女の体を膝の上から突き抜けた。向かい合った防弾艇の上へ、ゴブガリ頭がこっちを見ているのだった。植木は呼吸が止まるように驚愕した。やーいやーい踊り上がるようにしてその顔はわめいた。歪んだ醜い顔だった。 22歳になる男の顔だったいや、キノ君だ。そう言って少女は乱れた裾の辺りを直そうともせずゲラゲラ笑いをした植木はそこで初めて彼自身の演じた取り返しのつかない失敗に気がついた放送局員ともあろう者が婦人聴取者を訪ねてこれをバツバツにした おまけににその現状を他人に見られてしまった。しかもその夫人は気の狂った少女だった彼は自責の念に耐えずブルブルと旋律をすると追いすがる少女の手を払いのけてどんどん駆け出したのだっただが広い射的場を駆け抜けるのは容易なことではなかったやっとのことで塀とに出た時にはまるで蘇生したように感じたのだった そこで彼はなおも歩調を緩めることなしに一本道を急いだその一本道は自然に曲がって射的上の街路に沿うような形となり駅の方角へ続いているらしく見えたその道を2丁ほど行ったところだったがそこに一軒のかなり大きい邸宅がポツンと立っていたその邸宅の横手には空き地があって クレオソートを浸透させたばかりの新しい電柱が56本無造作に積み重ねてあったそれはどうやらこの近所を通る電信線が柱とともに取り替えられることになっているらしかったその電柱置き場の前まで来た時だったえへんとわざとらしい咳払いが聞こえた植木は驚いて辺りを見回した だが別に予期したような人影は見当たらなかった彼は不思議に思ってなおも注意してみると地面に寝かせてある太い電柱の影から人間の首だけがこっちをギョロギョロ眺めているのであったあ<お>思わず植木は驚きの声を発したきのくんと少女がさっき呼んだ気味の悪い男の顔だった 枯草の上で着ぐるい娘を捕らえてけしかる振る舞いに及んでいるところをすっかり見られてしまったその男だったどうやらきのくんは先回りをすると電柱置き場に隠れて彼の通るのを待っていたものらしい,いやい色ぐるいきのくんは植木をめがけて下品な言葉を放った それとともにきのくんの全身がむっくり電柱の影から立ち上がると大きな土くれがパラパラと飛んできて植木の身辺に落下したイロング類と呼ばれて植木はクワッとした彼は前後の見境なくきのくんをやっつけるつもりで飛ぶを飛び越えて向かっていったきのくんは第2弾を放つために右腕を高く上げたしかしその時 何事が起こったのか彼はにわかに牢牌をはじめ土くれをその場に放り出すと植木のいるのも忘れたかのように武園漁にもくるりと着物の前をまくった植木はこいつにめんくらったがそれを絶好のチャンスとばかりに後をも見ずにその場を逃げ出したのだった駅は幸いにもすぐ分かった植木の心配を裏切って 誰も追いかけてくる様子はなかった。彼はようやく落ち着きを取り戻して、駅の木柵のところで遊んでいる。子たちに話しかけるほどの余裕ができた。きのくんって誰だい？きのくん、あれは馬鹿だよ。バカで気狂いなんだよ。おじさん。気狂いだからきのくんって言うんだよ。 そこへ電車がやってきて、植木は慌ててその方へ飛んでいった。狂人ばやりである。彼も色狂いと呼ばれた。今の子供たちも皆狂人だったかもしれない。そう思って車内を見回すと、どの乗客も狂人じみた顔つきに見えてくるのだった。彼の悪夢は、電車が動き出しても、 容易に冷めなかった、3. 放送局長相部慎吾博士が突然行方不明になったという驚くべきニュースが広がったのはそれから2週間ほど後のことだったある要件で関西方面の出張中に穂村探偵は田川秘書から昇殿により急遽帰ってきたのだった。 予想を解くいとまもなく探偵は直ちに自動車を放送局へ飛ばした「ああホ穂村さん大変なことになっちゃいましたよ」と田川秘書は穂村をだだっぴろい会議室の中に生じ入れると泣き出しそうな顔をしてそう言った局長さんが行方不明になられたんですってね穂村はまず静かな言葉で秘書を慰めた。 そして警視庁の捜査課を差し置いて私を必要となさるその理由はそれはただいまはっきりと申し上げられません田川秘書は遺憾を表すために首を左右に45辺振ってみせたがですがこういうことだけは申し上げられるそれは明日の正午までに局長の生死のほどが判明しないと 我が放送局は非常に不利益を招くことになるおやもっと大きい問題ですむらは猛暑でちょっと聞き込んでいた材料があるので田川秘書がどんなことを言いたがっているのか少しは見当がつくように思ったすると時間の余裕はかっきり25時間ですね。 腕時計の指針は11時のところに固まっていたでは点末をできるだけ詳しく伺おうとして最初に位置に質問しておきたいのですが一体局長さんを最後に見たのはいつのことで場所はどこ人は誰ですそれは今から3日前言い換えると4月8日の午後5時30分頃のことで。 放送局から中央駅まで送っていった自動車の運転手が駅の階段を急ぎ足で登って行かれたのを見たというのが最後なんです局長さんのお家は郊外の K 町ですねそうです K 町で降りて寂しい道を通り15分ほど行ったところです射的場のすぐ脇になっています それでは、行方不明の天末を話してください。そう言ってホムラは、シガレットケースの中から一本のホープを抜き出すと火をつけた。田川秘書は大きく頷くと、懐から小さい帳面を出し、そのあるページを開いて話を始めたのであった。それによると、相部局長の姿が最後に放送局に現れた日のその翌日、 時間はお昼近くだったが田川秘書の卓上電話がジリジリ鳴ったので受話器を取り上げてみるとそれは局内の交換手の声であって「相部局長の息子さんからかかっているから聞いてくれ」ということだったやがて零速の相部五一君の声が電線の上を流れてきた親父は出勤していないそうですがどっかへ出張でしょうか ええ出張なんてことはありません秘書は原価に否定した私は局長が先日のご不幸でお疲れになってそれで今日はお休みになったものだと思っていました局長は先日五一君のすぐ下にあたる霊場の春江さんを亡くされ地雷7日間というものは響きで休んでおられた 前日は響きが明けて初めて局へ顔出しをされたのであったがその間に積もり重なった重大問題を処理されるために悲嘆と疲労の抜けきれない体を無理に使われたそれでまた体を壊されたのだと思っていたそりゃあおかしい親父は昨晩うちには帰ってきませんでしたよ変ですねえ 昨日こっちを後日議ぎにご退出いたされました中央駅まで自動車でお送りしたはずですこれは調べてみましょうすぐ分かりますからそこでさっきのように局長が5時30分ごろに中央駅の階段を上っていったことが判明したのだった親父は何か変わった様子でもなかったですか さあお顔の色は悪かったようですが他には別にそうですかありがとう親類のうちへ行ったのかもしれません他を探してみましょうそこで電話は切れたところがそれから10分待つか待たないうちに冷足五一君の姿が突然放送局に現れた どうもわからん冷蔵は田川秘書の前で頭を左右に振った今朝調べてきたんですが親父の机の上にいつも載っている日記帳が見えなくなったんです局の方に置いてあるんじゃないかと思いますが調べてください日記帳が今朝見えなかったとおっしゃるんですかじゃあ局長室へご案内しましょうどうかこっちへ 田川秘書は冷息を局長室へ入れると「どうぞご遠慮なくお探しください」と言った冷則は非常な速度でもって机と言わず書類棚と言わず室内のあらゆる場所を捜索したしかし探す日記帳らしいものは発見されないようであったじゃあ田川さん甚だ恐縮ですが。 そっちの書類箱の引き出しを調べてくださいませんか表紙は黒革で転勤の日記帳ですさっきから入り口に立って冷束の捜索ぶりを眺めていた田川秘書に突然この頼みがあった田川は快く承諾して命ぜられた書簡の鍵を開き引き出しを一つ一つ引き出して日記帳を探しにかかったその時何の気なしに 書簡のガラス戸を鏡にして背後にいる小一君の方を見たおや田川秘書は心の内で驚愕の声を発したそこには零束がどこで探し出したのか一束の書類を大急ぎで懐へねじ込む現状を見たのだったそれは明らかに田川には内密に行われたことに違いなかった 田川は急に立腹して冷属の懐から書類を吐き出させてやろうかという考えが浮かんだがまあまあと思ってそれを実行しなかった冷属が局長室を引き上げていったのはそれからすぐのことだった秘書は局の幹部に相談をして教養で局長が立ち寄るかもしれない先をいちいち電話をかけて訪ねてみたのであるが これに対して参考になるようなことは一つも聞き出せなかったそこで一方警視庁へ届け出ると同時に小村へ電報を打つことにしたしかし警視庁の方へは零速がこっそり書類のたばらしいものを盗んでいったことについて供述しないことにした田川秘書の話は大体右のようなことであった ホムラは秘書の話が終わったのも一向知らない風で、しばらくはホープの煙を空間に吹き散らしていた。では、局長室を調べさせてください。ホムラは夢から覚めたように椅子から身を起こしていった。その前に電話をちょっとかけておきたいですな。彼は卓上電話機を取り上げると自分の事務所を呼び出した。 助手でも出てきたらしい様子だったがムラはそれを何やら分からぬ言葉で短い会話のやり取りをしたのだった局長室は会議室から10歩と隔たっていないところにあった三軒四方ぐらいの気持ちの良い部屋で正面には日本を中心とする世界各国の遠距離地図がかかっていた周囲の壁際にぴったり沿って 大きな本棚や書類箱がいくつも並んでいた部屋の中央部に敷かれた厚ぼったい絨毯の上にはピカピカ光る事務机とその下に両肘を突っ込んだような空っぽの回転椅子とがあった局長のあいしたらしいハバナの葉巻の香りがどこからともなく漂ってきたあの人が書類を懐に入れたというのはどこから出したものなんです は尋ねたねその事務机の左袖に鍵のかかっている小引き出しが3つありますがそのどれか1つですむらはその3つの引き出しをいちいち開いてみた一番下には葉巻たばこの空き箱がゴロゴロ入っていたその上には書簡線や封筒が入っていてその1つ上の引き出しには領収書の束やゴルフクラブの会員証や 指針と思われる手紙が23通入っていたこれから考えると冷速五一君の取り出した書類は一番上の引き出しであって使用に関するものらしいことが想像されるのであったムラはその時五一君んに目下結婚問題があることをこの事件と合わせて考えてみずにはいられなかった五一君と面と向かって話をしたことはなかったが その結婚話の相手というのがムラと同郷の先輩の妹でありそのために彼は五一君の身元や信用調査をやったことがあったその先輩というのはかなり名簿と資産のあるうちだったから五一君のようなお坊ちゃんには逃がすことのできない相手だったことであろうしかしそれが局長失踪事件なり五一君の書類投出事件なりと どんな関係があるだろうか。ここに妙な手紙がありますねムラは局長の机上から例のラジオ殺人恐怖病の連中がよこした手紙を見つけてしまった毎日のようにそんな手紙が来るので嫌になっちゃいますよ秘書は苦笑したそれにも返事をせず むらは一枚一枚を丹念に開いて読んでいったおおここにまだ封を切ってないものもありますねこれを見せていただくとしてねえ田川さんもっと古くからの手紙がありませんでしょうかあまり古いのは破棄しましたがひとつきこの方ぐらいのものならこちらにつづってあります 小かか村は手紙をいちいち寄り分けて広い机の上いっぱいに並べていったそれが済むとそのうちいくつかについて陽線の支出を調べたり海中から小さい瓶を出して陽線の一部に振りかけたりその後で虫眼鏡を出して長い間覗き込んだり そうかと思うと決心印を別の紙に写し取ったりしたその間に穂村の顔面はだんだん緊張してきた「田川さん局長の出勤時刻と退所時刻とがこの1ヶ月の間にわたって分かっていますか?」とホムラが突然顔を上げていったそれは分かっています秘書は答えた ですが局長の出勤対象はいつも大抵反抗をしたように同じですよとにかく一覧表をこしらえてください秘書はすぐに電話でもって書務へそれを依頼したところでちょっと伺いますがと穂村は何を思い出したのか顔色を急に和らげていったこういうラジオ恐怖症へは 放送局としてどんな手当をお与えですかそれはもう秘書は両眼をパチクリさせて口ごも,もったなんしろ相手は気狂いですからそっとしてあります返事も出してやらないのですねそうですもちろんでも彼らは 自分が電波で殺されると大騒ぎをしているんでしょうそれをうっちゃっといて大丈夫ですかでも彼らが事実電波で死んだという話を聞いたことがありませんそれに放送局はそんな馬鹿げた電波なんか出していませんもんですからムラは秘書の融通の利かぬ頭脳に呆きれて黙っていた局長が 「その電波というやつで殺害されたんだったらどうします」と言ってやりたいところだったがまあまあと自重したその顔色を読んだものか田川秘書は弁解するように言った「現に一度局の者が手紙の差出人を調べに歩きましたがたった一人を除いては残りの全部がでたらめの住所・氏名を書いてあったそうです」 それは面白い。ほムラは目を輝かせていった。その人をここへ呼んでください。田川秘書は心得て局長の事務机の上に乗っている呼び出しボタンの一つを指で押した。やがて入り口のドアを軽くノックする音が聞こえた。そこへ現れたのは他でもない植木藤助だった。彼の目は 明らかに牢梅の色を見せているのだった。植木の姿を見ると、むらは大きくうなずいたのだった。ああ、君でしたか。むらは言った。先日はいいところであなたにおめにかかっていながら、僕のおしゃべりが過ぎて、あたら大きい恋を逃してしまいましたよ。植木には、探偵の何でもない言葉までが皮肉に響いたのだった。 実は田川さん。と、その場の様子を返しかねている秘書に呼びかけた。植木君には先日、景気付近でお目にかかったんですよ。あれは、3月の15日でしたね。植木は穂村の視線を感じて黙って頭を下げた。3月15日は、彼にとって忘れられない日であるものを。 こちらの話ではあなたは一件だけラジオ恐怖症の人を見つけられたそうですがそれは何という人でしたかそれは植木は局長の机の上に所狭しと広げられた狂人たちの手紙を見てさすがに言うのを躊躇している風だったそれは東三郷という婦人です何 東美夫という婦人？穂村は驚きの声を上げて思わず椅子から立ち上がったその手には東三竿から局長宛てに送られた12通の手紙がしっかりと握られていた東三竿からの手紙が最近3日間パったり来なくなったのはどうしたのだろう局長が行方不明になってからも3日間になる これは果たして暗号だろうかそれともあの男が持って行ったのだろうかムラは無意識につぶやいたのだったムラ探偵と植木桃介とが連れ立って京駅に降りたのはその日の夕刻のことだった。 朝からの変に濁ったような天候はますます悪くなって寂しい野道を行く二人の方のあたりに生ぬるい風が当たった道端では電信甲府の一団が新しく電柱を立て終わって雲足の速くなった空を眺めながら手押し車のうちに道具を片付けていた古電柱を引き抜いた穴ぼこの下には甲府が一人 泥まみれになった帽子を動かせて何か仕事を急いでいるらしかったそれから10丁ほども一本道を行くと射的場の高い土壁がいよいよ間近になり一軒の大きい邸宅が見えてきたその邸宅は植木にとって見覚えのあるものだったあっ植木がおびえたような声を上げて立ち止まった どうした植木くん。木野くんです植木は屋敷の前を刺した。それはいつの日か彼の集体を発見され、色狂いと罵倒された不思議の男、木野くんだった。木野くんって穂村は聞き返した。あの土をいじっている男のことですよ。バカで気狂いなんですって。 何も恐ろしがることはないじゃないか。むらは子犬に怯える子供を叱るように無造作に言ってのけた。知らぬ顔をしていりゃあ害はしないさ。きのくんは屋敷の前で土まんじゅうのようなものをこしらえていたが、二人の近づくのに気がついたものか急に飛び上がると、一目散にその隣の空き地へ逃げ込んだ。そこには、 積み重ねられてあった電柱は一本も見当たらなかった木野君はそのゆがんだ醜い顔をちらりと背後に向けたが一人の目がそっちを見ているのを知ると一層慌てふためいてどんどん逃げていったその方向に一軒の小屋みたいな家が小さく見えていてその脇に竹竿に結びつけたアンテナがゆらゆらと揺らいでいた さあ、入りましょう。穂村が言った。えここが相部さんのお家です。植木の顔はみるみる不安に閉ざされていった。二人は山寺のように陰気臭い書院に案内された。床の間には亡くなった霊場の霊を祀る段があって、白い造花の花輪が誘拐の弦迎のように浮かんでいた。 急にたそがれの色が濃くなって庭のやつでにポトリポトリと音がした気持ちの悪い風が外塀からスーッと入ってくるとともに大粒の雨がどっと降り出した雨足はガラス管のように太く庭の上がぼーっと白く光って見えた伝統はどうしたものか一向にうなずく気配がなかった その時、廊下に黄色いほ影げがチラチラし、五十近い老婦人が食代を捧げて入ってきた。局長夫人である。穂村は、令状の不幸と、今また局長の失踪とにつき、誠に同情に耐えないと挨拶した。夫人は泣き晴れた目をあげて、くどくどと我が身の不幸を嘆いた。 ムラは要件を切り出すに先立って霊場の仏前に先行することを忘れなかった夫人はそのようなことにも喜んで祭壇の両脇に小さいろうそくをつけた「霊行員春泉慶術大使」と書かれた位牌の前へ霊場の写真が一枚立てかけてあるのがくっきりと浮かび出たムラはそこに「 評判の美人だったという春江のそそたる姿を静かに拝して元の座に下がった次に植木が席を動き出した時には穂村はもう重大な質問を夫人に投げかけていたのだった4月8日にこちらにお帰りになった形勢は全然ありませんかはいせがれが家の周囲を念のために探してみましたが靴の跡もございます なんかそのよう、怪しい物音でもお聞きになりませんでしたかあれは7時頃でしたか。閉とで何人か人声を聞いたような気もしましたが、ラジオを聞いておりましたので、どうもはっきりいたしません。相部局長の日記帳が亡くなったそうですね。日記帳でございますってさあ、そう存じませんが。 ご子息の五一んがそうおっしゃいましたああそれではと夫人は慌てていったそのようなことがあったかもしれませんごいちくんのご結婚は決まりましたかおかげさまでまとまりそうでございますお嬢さまは何病でお亡くなりでしたかはい それはやつぎばやの質問に驚いてか、夫人の言葉はちょっと疲れた。そこへ女中がドタドタとやってきて、夫人に何か囁いた。夫人は二人の方へ挨拶をして、逃げるように部屋を出て行った。穂村さん、大変です夫人の姿が消えると、植木は待ちかねていたかのように穂村の腕に取りすぐった。 彼の顔は泣き出さんばかりに歪んでいた。早く言いたまえ。あそこに死んで祀られているのが東ズマミです。僕はあの顔を覚えています。あの女は電波に取り殺されたんです。馬鹿を言いたまえ。あれは局長のお嬢さんじゃないか。君は間違えているよ。そんなことはありません。 私はあの夫人から全てを聞いた植木くん。それでわかった。ホムは取り乱している青年技師の胸ぐらを引き寄せていった。君はアズマミサオだと信じてあのお嬢さんと語ったのだ。アズマミサオは別の人だ。それはこういう過程をすれば説明がつく。いいかい 相部局長のお嬢さんも、実は、ラジオ殺人恐怖症だったんだ。放送局長の娘と、ラジオ恐怖症。それは不自然なことではない。春江さん。ああ、春江さん。僕は一体どうしたらいいでしょう。植木は、春江の写真を撮って、頬ずりをしながら、おえつを始めた。 その時廊下にガヤガヤと人声がしてこっちへ近づいてくる様子だった。ホムラは後へ下がってキリッと身構えをした。途端にパッと電灯が灯って室内が昼のように明るくなった。入ってきたのは意外にも冷凍の五イ君と、それに並んでホムラが放送局から命令を伝えた彼の部下である佐野が立っていたのであった。ホムラさん。 冷息のゴ一君は決まりの悪そうに唇を曲げた僕はあなたのお邪魔をしたようです今日は佐野君にとっちめられ家へ帰ると母から責められました白状しますが僕が放送局で盗んだという書類はここにありますが亡くなった妹の発狂に関する診断書やあいつが出すと言って聞かなかった手紙や何かなのです 父は心配のあまりそれを手近に置きたがっていました妹は3月の30日に突然心臓麻痺で亡くなりました僕は結婚問題が進行中だったもので相手の夫人や親たちに妹が精神病であることを知られるのを極力忌憚したんですそれで僕は父の失踪を気づくと 何を置いても一件書類を父の局長室から盗み出さねばならなかったんですせっかく父を探してくださるあなたたちの邪魔をしてすみませんでした五一君は後悔の念を表していった少長佐野がその言葉の終わるのを待ちかねていった相部さんが失踪された日の午後6時過ぎに 射撃場の近所を歩いていられるのにあったという電報配達封を見つけました。相沢さんは何か大変考え事でもしていらっしゃる風だったということです。小村は大きくうなずいた。奥さんにお伺いしとうございますが。と彼はポケットから取り出した一枚の紙を広げていった。ご主人は、 ご出勤もご帰宅も非常に正確だったとのことですが、先月の15日からはだいぶご出勤が遅れたと放送局では言っていますが、何かお心当たりはございませんかしらああ、それは。夫人は指を折って考えていたが。それは多分、その朝、あずまさんのご病人をお見舞いしたに違いありません。おお。 東さんですって。むらは体を前に乗り出していった東三紗という病人なんですねよくご存じですねこの近所では紀乃くんと言っていますが昔から気狂いなんでございますそうですきのくんが東三紗だったんですかむらは急に不安そうな面持ちになったあいつの家は この裏の方ですね。すると局長は失踪の日の木と木のくんを尋ねられたのだ。あの狂人に会えばわかるはずだ。だが、なんという恐ろしいことだ。ムラと佐野とは固い決心をして暗夜の中に飛び出した。外は風を加えて、右垂はさらに激しく、6分と経たない間に、 二人の全身はシャツまで濡れてしまった雨水は氾濫してそこここに大きい水たまりを作り彼らのすねはいくどか水中に没した野中にぽつんと立った東操の家からはかすかな日の光も漏れてはいなかった二人は周到な警戒のもとに表から幾度も呼んでみたが一向に応ずる様子はなかった それでやむを得ず裏手に回ると雨戸をこじ開けて侵入した。右手にピストルを握りしめ、左手には高光たる懐中電灯を振り回しながらドマから今へそれから便所天井をさては床下に至るまで詳しく調べてみたがミサオも彼の母というのがひとところにいるということだそうだがその婦人の姿も全く見えたらなかった。 所長押し入れの中の氷なんかが大変乱れていますねうんあいつらはつらかったんだなホムランが差し向けた懐中電灯の光の前へこの家のものにしてはちと立派すぎる茶色の中折れが転がっていた激しい予感がしてその帽子の裏をひっくり返してみるとボルサリノの商標の横へ SI と 紛れもなく局長のイニシャルが記されてあったここに手帳が落ちている東三郷がやっつけたんだ2人はこれに力を入れてもう一度丹念に家探しをしたが結果は両人の疲労を増すにすぎなかったこの一家の者が局長を殺したのだそれは三郷がラジオ恐怖症になり 局長に電波を止めるよう前後十数回も混成したのに聞き入れられなかったのに原因しているもちろんそんな出しもしない電波を止める法はなかった局長は春江が同病になるとミサオに対しても同情を持ち前後二回にわたってこの家を見舞ったものと見えるしかもミサオはこの電波屋の張本人が彼の生命にあまりに冷淡であるのを怒り その張本人さえ死んでしまえば電波は彼を日ごと夜ごとに攻めさいなまないだろうと考え4月8日局長の姿が現れると惨殺してしまったと穂村は結論を下したしかるにこの結論を裏書きするに足る局長の死骸が一向に見当たらない2人はコンの挙句 その場に相重なったまま打ち倒れてしまったやがて東の空が薄明るくなってきたむらはまず目を覚ましてふらふらと起き上がった戸を開いて外へ出ると雨はもうすっかり上がっていて家の前の真新しい電柱の半面がかすかに光っていた「あほむらは突然に声を上げた 俺は、こんな重大なものを見逃していた。彼は顔色を変えて家の中に取って返すと、助手の佐野を叩き起こし、全速力で街道をめがけて飛び出したのだった。二人は何べんとなくぬかるみの中に滑って、全身を泥まみれにしながら、やっと局長の邸宅の塀のところまでたどり着いた。その時ムラは、 佐野の腕をらえて無言に指さした。その指の向かうところを見ると、おお、なんという無言らしいことだろう。泥水の流れ去った後の道端にぽっくり大きな穴が開いていて、そこには暗視色に不乱した人間の首が、くわっと目玉を向いて、 暁の空を睨んでいたそれは紛れもなく放送局長相部慎吾氏の首に違いなかったその穴のある地点は前の日に木野君が土饅頭をこしらえていたところにそういなかった木野君は不用意に電信甲府がうずめていった電柱の深い穴に 局長を背後から一撃を食わせて突き落としその上に土をかぶせてしまったのだその後も気になると見えて穴の上に土を積んでいったのがかえって昨夜の雨水をせき止め局長の首が洗い出される結果になったのだった2人はその首の下にあるはずの不乱しきった束ねのことを思って べっと、つばを吐いた。